立憲民主党、塩村やかに利益相反と批判殺到。先日、立憲民主党の塩村さんがツイッターにて、ある方にですね、電力事情について、至極真まっとうな批判をされ、その批判への反論として、私は燃料電池や太陽光発電、蓄電池の会社の株を少し持っていると明らかにしてしまいました。 塩村さん、これまでにも再生可能エネルギーを普及させるべきだと主張し、さらに参議院においては資源エネルギーに関する調査会に所属されておられますので、こういったご自身の仕事に関する株を持ってしまいますと、塩村さんが再生可能エネルギー動向と主張し、 政府がそういった政策を実行した場合、塩村さんが持つ株が値上がって利益を得る可能性があり、そうなった場合利益相反となってしまう恐れがございます。塩村さん、再生可能エネルギー動向と主張されるのは勝手でございますが利益相反となる可能性がございますので、こういった 政策に関連する株式については、ぜひとも速やかに売却していただき、利益相反として大問題になる前に対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。